ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、1日ごとに餅は食えぬ。世の中はいつもいいことばかりあるとは限らないという例え。お正月の元日にはお餅が食べられても、毎月の1日にお餅が食べられるわけではないということ。一度いい目にあったからといって、いつもいいことがあるとは限らない。そんな虫のいい話はないってことだね。ちなみに、1日は月たちの発音が変化したものです。月が出始めるという意味で、古くは太陰暦でお月様が新月の日から始まることから、その月の1日目を1日と呼びました。反対に、月末は巣ごもりと言います。これは月ごもりの発音が変化したもので、お月様が姿を見せないことを表しています。なお、巣ごもりはみそかとも言います。一年で最後のみそか、つまり最後の日を大みそか、大みそかの前日を小巣ごもりなんて言ったりもします。ちょっとだけ豆知識でした。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。There are no birds of this year in last year's nests. 今日のチェックポイント。There are 〇〇がある。いる。おなじみのゼアイズ構文だね。B 動詞は単数の時は is、複数の時は are を使います。This year 今年 Last year 昨年 Nest 鳥や動物、昆虫などの巣。人は一度美味しい思いをすると次を期待しちゃうものだよね。でも世の中そんなに甘くない。調子に乗ってはいけないよ。いいことがあった時こそ自分自身を戒める。そんな強い精神を身につけていきましょう。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!